およそ一国が持つ経済抗戦力の強弱は結局その国民経済の生産力にかかっている。ドイツ経済抗戦力調査、序論。皆さんお久しぶりのゆっくり霊夢です。皆さんご無沙汰しております。解説のゆっくりマリサだぜ。皆様おめでとうございます、うぷ主です。もう話題の旬は過ぎたのかもしれないけど、伊藤博史会長の発言が話題になったよね。そうだね、よく世間の状況を理解してくれているという好意的なものから、立場を考えて物を言えというあまり良くない受け取り方もあるね。うぷ主、随分ほんわかと説明したな。でもこれまでの戦争を見てみると国の経済力と国防力は比例している。だから伊藤会長のご発言は軍事のプロとして問われている。当然だね。当然だよ。現在の日本のやり方はどう評価するか個人次第なのだろうが、戦前からナチスドイツのやり方は実に効率的であることはわかっている。奴ら、むちゃくちゃやったんじゃないの。結果的にそうなるけどそれでも行き当たりばったりではなく統制されたものだった。これからそのことについてドイツ抗戦力調査をもとに話していくよ。ナチスドイツでは、政権獲得してから失業者対策を大々的に行って雇用を増やし、税収の自然増加分と失業救済費の節約額をもって国防費に充てていた。意外なことにドイツの国防費は、増税や国債発行に頼っていなかった。開戦前までのドイツ国債発行額は大したことはなく、開戦後に戦費調達として増税と国債の増発を行うようになった。戦争を開始するまで、国民経済に対して配慮していることが伺える。これはナチス政権にとっても重要なことだった。この時は、世界大恐慌の影響でドイツは大不況真っ盛りだった。1933年より政権を獲得したヒトラー総統は、景気回復のために公共事業に大規模な投資を行った。公共事業に投資を行うことはどこの国でも行っているが、このナチスドイツのやり方は少し異なる。現金で決済するのではなく、特別手形を持って支払った。通常の場合、政府は中央銀行に公債を引き受けさせて、銀行券、つまり通貨を発行させる。通貨の代わりにナチスドイツでは特別手形の形とした。例えば観光庁から注文を受けた企業に対して、特別手形を持って支払い、3ヶ月から5ヶ月の期限が来てから、その手形を銀行に持っていけば現金化される。もしその期限までに企業が現金を必要としたら、銀行に持っていきその額面より安く買ってもらう。これは手形の割引と呼ばれる。そのため企業は手形の期限が来るまで、手持ちの現金を使ってやりくりすることになる。つまりナチス政府は、通貨をなるべく発行しないで公共事業を進めるだけではなく、多くの注文を受ける企業やそのお金を預かる銀行に通貨の備蓄をさせないようにしているのである。その特別手形は、企業から、銀行を経由して中央銀行に戻り、政府が税収から支払うという流れになる。第一次大戦後のハイパーインフレを経験したドイツは、インフレに対する対策を怠らなかったと言える。物価が高くなったらナチスドイツの政策も無意味になるからである。そして、だんだんと景気が上向きになっていくと各企業の収益も上がり自己資金も潤沢になる。こうして企業は新たに労働者を雇って訓練を行い、今まで使われていなかった設備を稼働させ、より収益が上がるように活動していく循環が生まれていくようになる。このシステムがうまく機能する下地になったのが、第一次大戦敗戦後のインフレ地獄の時に行われた企業の大改革にある。当時のドイツではパン一つ買うのにトランク一つ分の紙幣が必要だったり、コーヒーを飲んでいる間に値段が上がったりと、漫画のような出来事が実際に起こった。この大不況下にドイツの産業界では最高を目指し、労働生産性を上げるための徹底的な合理化を断行した。そして、利益率を低下させる過度の競争を排するために、企業間において協定を結び販売の統制を行った。この2点が、ナチスが政権を獲得する以前にドイツ産業界で行われた大改革だった。ドイツ産業界の独自改革とナチス政府の行った政策がうまく噛み合い、ドイツ経済に好循環をもたらした。そして、この循環による国民所得の上昇は、租税の自然増収をさらに増やしていった。加えて社会福祉費にあたる失業救済費も節約され、こちらに使われていた予算も国防費に回されることになる。まず国民所得について見てもらいたい。1933年の国民総所得は、466億、丸くだったものが、5年後の1938年には、797億、丸くと、1.7 倍になっている。かなり急速に経済成長をしていることがわかる。そしてこの経済の好循環が大幅な税の増収をもたらした。33年には、121億、丸くだったものが、
38年には、230億、丸くに増加した。ほぼ倍と言って良いほど税収が上がった。しかも、税収が増えても国民の負担はほとんど変わらない。国民所得に対する租税の割合は、33年に 26% だったものが、38年には 28.9%、その差はわずか 2.9%。これを見てわかるように、ナチスドイツは国民の負担を最小限にとどめながら、富国強兵を実現させたと言える。世界にはこのままナチスドイツの経済躍進が続けば、世界最強の国家になると考えた人たちもいた。しかし同時に、そのドイツ躍進の限界を見抜いていた人もいた。このシステムにおけるドイツの成長限界は、完全終了状態に達した段階がそれだ。ドイツは1935年から軍拡を行ってきたが、それでも景気上昇による効果でなんとかなった。しかし完全終了状態の1938年、つまり昭和13年にもなるとその効果は薄れていく。新規事業で雇用しようと計画しても人件費は高騰し、また遊休設備はすでに稼働しているから、新たに巨額の設備投資が必要になってくる。その上普段支払う賃金だって高騰してくるし、原材料一手値上がり必至だ。簡単に言って、これまで通りの収益性が保証されない段階に入っていった。産業界の収益性が低下することは当然税収にも影響する。ドイツ政府は、これまでの特別手形を長期の債務である国債に切り替えようとしたが、通常の方法ではうまくいかなかった。そう、通常の方法では。ね。翌1939年9月1日ナチスドイツは隣国ポーランドへ侵攻する。今度は戦費調達のために、増税と国債の増発に踏み切ることになった。国債の話は置いておき、租税の話をすると、案の定1939年には税収が落ちて190億、丸くになる。前年より40億、丸くの減収になる。そこで39年9月4日発布の戦時経済令により増税が行われた。所得税の戦時付加税が約20億、丸くと、ビール、タバコ、シャンパンの消費税が約10億、丸く。合計約30億、丸くの増収になる。増税したと言ってもこれだけでは、前年分の税収230億、丸くには届かない。すでに戦争に突入している状況では、できるだけ多くの軍資金をかき集めなくてはならない。失業保険収入、公益事業からの収益、ユダヤ人に対する特別課税、など合わせて約30億、丸く。これらすべて合わせると約250億、丸くとなり、前年より20億、丸く増収となる。ただ、ここまで国民に負担をかけて20億、丸くの増収分にしかならないことを考えると、いかに好景気による増収額が大きかったのかわかる。しかし、ドイツはこれまで積み上げてきた成果をすべて投げ打って、改善に踏み切ることになる。経済だけではなく、資源、人材が限界を迎えるまでの約2年。つまり、1941年9月までに、ソ連を手中に収め、南アフリカへ進出しなくてはドイツの破滅である。この試練が、もたざる国ドイツに課せられているのである。今回はこの辺で終わりにするよ。皆さんご視聴ありがとうございます。久しぶりで文章を書けるかどうか心配になったよ。最初に話に出た伊藤海将みたいな方が海事にはおられるんだね。当然陸事にも空事にもおいでになるよ。誰でもそういう話を口にできるわけじゃない。陸事にもか。霊夢当然だろ、陸自は本当の意味で国防軍になったら、我ら徴兵を指導する機関だからね。共に戦う国民のことを考えない奴が指揮を取る資格はないよ。それはそうだよな。我らには今村大将が理想だよね。そうだよね。さて、今後も少しずつだけど動画を投稿していきます。またご視聴お願いします。